ません。こちらにローズさんはいらっしゃいますか？何の用だ？話がしたいんです。それは無理だ、帰ってくれ。お願い、どうしても会いたいんです。私がローズよ。どんなご用かしら？助けてくれると聞いて。助ける？来なさい、中で話しましょう。信用して平気か？するしかない。具合は？寒いよ、カーラ。お家の中で温まろうね。入って。お名前は？アリス。ひどい熱ね。ここ何日か野宿していて、もう限界で。2階に空き部屋があるわ。寝かせてきなさい。食事を持っていくから。アダム、案内してあげて。私は平気だよ。国境を越えるんでしょ？私のせいで遅くなるのは嫌。ゆっくり休んで、元気になったら明日出発よ。なんで人間は意地悪なの？悪いことしてないのに。きっと誤解されてるの。時間が経てば私たちのことも理解してもらえる。お話しするだけじゃダメなの？きっと分かってもらえるよ。きっとそのうち分かってもらえる。何が好きか分からなかったけど、とっても美味しいスパゲティを作ってきたわよ。食べればすぐ元気になるはず。解熱剤も用意しておいたわ。ありがとう。これは洗濯しておくわね。何か食べないと。家を出てから食べてないでしょ？食べてくれる？ちょっと下に行ってくるわね。ゆっくり休めば明日には俺より元気になるさ。しばらくそばにいるよ。
あなたの名前は？カーラです。この子は息子のアダム。私の名前はもう知ってるわよね。ほら座って、カーラ。真冬に変異体が女の子を連れて一体何をしているの？いろいろと事情が。今はただとにかく全て忘れてやり直したいんです。ここにはお二人だけで。2年前に主人が亡くなってね。アダムと二人でやりくりしているの。取れた野菜を市場で売ったりしてね。裕福ではないけれど食べ物には困らないわ。普通はアンドロイドを嫌うのに、なぜ助けてくれるんですか？私たちも価値のない人間だと言われ続けてきたの。周りの助けがあったからこそこうして今生きていられるのよ。大勢助けてきたんですか？ここ2、3週間だけでも驚くくらい数が増えてるわ。あ、まるで何かが起ころうとしてるみたいに。国境越えを手伝っていると聞きました。助けてください。川を渡るしかないわ。でも冬は川が凍ってる。とても危険よ。それにあのアンドロイドの生命のせいでみんなピリピリしてる。落ち着くまでの間はここに身を隠している方が安全よ。ずっと隠れているわけにも。あの子には普通の暮らしをさせてあげたいんです。国境を越えないと。何があろうと。お願い、助けてください。ローズ、来てちょうだい。一体どうしたの？メアリーがシャットダウンしたんだ。一緒に逃げてきた。国境を越えたら何をしようかっていつも話してて。愛してた。何よりも愛してたんだ。これからどうすればいい？そっとしておきましょう。アリス、どうしたの？寝てなきゃダメよ。でも眠くないよ。部屋にいたくないって言ってな。どうしたか？いえ、平気よ。俺は反対だ。今日あんな事件があったばかりだっていうのに危険すぎるだろ。警察がここで奴らを見つけたらどうする？刑務所行きだぞ。分かってるのか？刑務所。アダム、それについてはもう話したでしょ。いや、もう黙っちゃいられない。人生が台無しになっちまうんだぞ。機械のために。機械じゃないと言っているでしょ。生きているのよ。生きてるのは俺たちだ。あいつらは違うだろう。父さんが生きていれば
こんなことにはならなかった。アダム、親に向かってなんて口を聞くの。あいつらをかくまったせいで刑務所に行くなんて真っ平だ。いい加減にしなさい。もうやめて。気にしないで。たまにああやって爆発するのよ。父親が亡くなってからは特にね。でも悪い子じゃないのよ。今晩国境を越えられるよう準備しましょう。いい？待ってて、すぐに戻るわ。アンドロイドがデトロイト市内にあるストラトフォードタワーの放送局を襲撃し、要求としか言いようのないビデオ声明を録画し放送するという事件が発生し、国民に大きな。怒って当然よね。でも私たちはただ国境を越えたいだけなの。警察だ。警察が来た。どうしたらいい。全部バレちまうぞ。ドアを開けないと。急いでルーズ、アリスをついて。行っただろ。ランドリーに行こう。アリス、落ち着いてアダム、何も心配することない。こんばんは。お邪魔してすみません。アンドロイドの目撃情報がありましてね。ここのところ変異体の事件が多いでしょ。いくつか質問いいですか。入っても。ええ、もちろん。こんばんは。こんばんは。コーヒー入れましょうか。ええ、ぜひ。
何か変わったことはありませんでしたか？突然の訪問者とか。いえ、特にありません。お二人の他に誰か。あの、私の娘が今2階で寝ています。お宅にアンドロイドはいますか？前はいました。庭の手伝い用に。でも捨てたの。どう？君の名前は？アダム。アダムと言います。どうかしたのかい、アダム。アンドロイド。疲れてるんです。一日中庭で作業してて。何か変異体の情報はあるかな？見かけたことは？いえ、見たことはありません。そろそろ行きます。コーヒーどうも。おやすみなさい。誰かいるんですか？あれは洗濯機ですよ。古い機種だからうるさくって。それじゃあお邪魔しました。失礼します。おやすみなさい。出発する準備を。今夜出ましょう。